ポストモダニティは、一般的に言って、モダニティ、近代性の後に出現するとされる経済的、文化的な状態もしくは、社会状況を表現するために使われる言葉である。ポストモダン状況とも言う。モダニティは20世紀後期に終焉し、ポストモダニティに置き換わった、とする考え方がある一方で、モダニティを、ポストモダニティが示すところの初発点に、 拡大適用しようとする向きもある。ポストモダニティは、ポストモダン社会に対する個人的反応、ある社会において、それをポストモダンたら占める諸条件、あるいは、ポストモダン社会に結びつけられる存在状況を意味することもある。ほとんどの文脈において、ポストモダニティは、ポストモダニズムとは区別されるべき言葉として使われる。後者は、 ポストモダン哲学や芸術、文学、社会におけるポストモダンな特徴を言う場合に意図的に採用される言葉である。バンクシー・ポストモダニティとは、ポストモダン状況にあるということであり、ポストモダン芸術がそうであるように、モダン状況の後に来るもの、もしくはモダン状況に対する反動である。モダニティと定義される時代あるいは状況とは、大まかに言って、 進歩の時代であり、産業革命や、刑務主義の時代であるとされる。哲学や、批判理論において、ポストモダニティという言葉が表すのは、モダニティの後に出現するとされる、社会状況であり、モダニティが終わったとするにたる兆候を呈した、歴史状況である。この用法は、哲学者、ジャンフランソワリオタールや、ジャンボードリアールに返せられる。近代の、 企画の一つは、公共生活や芸術的生活に合理性と階層秩序の原理を組み入れることによって進歩を促進することであった、とハーバーマスは述べた。リオタールは、モダニティとは、進歩を追求しながら絶え間なく変化し続けることを特徴とする文化状況であると解釈した。したがって、ポストモダニティとは、この過程が頂点に達し、 絶え間ない変化が状態となり、進歩という概念が時代遅れとなってしまった情を表している。絶対値や全体値の可能性に関するルートビヒビトゲンシュタインの議論の後に続けて、リオタールはさらに実証主義的科学、マルクス主義、構造主義といった進歩に関する様々なメタ物語は進歩を達成する処方法と同様に継いているのだ、と論じた。 文芸評論家フレドリック・ジェームソンと地理学者デビッド・ハーベイはポストモダニティを後期資本主義や柔軟な資本蓄積と結びつけた。それは金融資本主義の後に続く資本主義の段階であり、可動性の高い労働と資本及びハービーが時間と空間の圧縮と呼ぶものに特徴付けられる。彼らの示唆するところ、これは 第二次世界大戦後の経済秩序を規定したブレトンウッズ体制の崩壊と時を同じくする。おおよそモダニティとは時代遅れか完全な失敗であり、アウシュビッツや広島のような惨事につながる人類の進歩における課金であったと考える人々はポストモダニティを肯定的な発展と捉える。多くの哲学者、 とりわけ近代の企画の内側にいることを自認する。人々は、ポストモダニスト的発想を持つことで想定される結果、という意味で、ポストモダニティという言葉を用いる。特にユルゲン・ハーバーマスらは、ポストモダニティとは、長い歴史を持つ、半径盲思想の再来を表しており、近代の企画は完了していないのであり、普遍性とは軽々しく不要と断ずることのできない、ものである。 と主張するこの文脈においては、ポストモダン的発想を抱くことの帰結たる、ポストモダニティは概して否定的な言葉である。ポストモダニティが、制度や、現状の変更と、社会的、政治的結果と革新に関係する存在の、状態であるゆえに、ポストモダニズムは、特に1920年代の芸術における、新運動からの心理的であったり、 文学的であったり、政治的であったり、社会的な哲学である。権威の破砕や、知識の小ィテ的化を含む20世紀後半から21世紀、初頭の生活の指標の結果である現代社会の文化や経済学、社会の様相に言及する哲学者や社会学者、社会評論家によりこの用語は用いられている。ポストモダニティと批判理論。 社会学、哲学の関係は激しく議論され、ポストモダニティやポストモダニズムという言葉ははっきり区別するのは難しいことがよくあり、前者は後者の結果であるということがよくある。時代は様々な政治的分岐がある。その反イデオロギー的思想は現代の反グローバリゼーションにおける様々な混沌と同様に、 フェミニスト運動や民族平等運動、経権利運動、20世紀後半のアナキズムのほとんどの形態、平和運動さえも前向きに関わっていると見られる。この制度はどれも最も集中した定義において、ポストモダン運動のあらゆる様相をもっぱら包含していないが、そのすべてがその核となる思想のいくつかを映し、あるいはそこから借りている。 バウマンやギデンズのような作家が、ポストモダニティにより示される発展を包含する、モダニティを拡張しようとしているとはいえ、リオタールやボードリアールのような作家の中には、モダニティは20世紀後半に終わったと考え、従って、モダニティに続く時代を定義づけている人がいる。その他の人は、モダニティは1990年代のビクトリア朝と、共に終了したと依然主張している。 ポストモダニティは二つの相対的に異なる段階と共に終わりもう一つは冷戦の終了と共に終わったを通じて行われたと言われてきた。ポストモダニティの第一段階はモダニティの終了と重なり現代の一部であると多くの人から見なされている。テレビは主要なニュース源となり製造業の重要性は西ヨーロッパとアメリカ合衆国経済では減少したが 貿易量は開発国の間では増加した。1967年から1969年、決定的な文化爆発が政治的、文化的、教育的権力構造に向かってはいることを要求した社会の基本経験として、ポストモダニティと共に成長したベビーブーム世代として開発国で起こった。非暴力や、 文化的な活動から暴力的テロリズム行動を通じて一連のデモと造反行為は年長の世代の政策と展望に対する若者の反対を表現した。アルジェリア戦争やベトナム戦争と人種隔離を許したり促進する方や過度に女性を差別し離婚を制限する法律に対する反対で大麻や幻覚剤の使用やロック音楽やステレオの 偏在などのポップカルチャー形式の音楽やドラマが増え、テレビやラジオは広範な文化状況における視覚化を助長した。この時代はメディア文化に暮らす結果に焦点を当てた哲学者、マーシャル・マクルーハンの著作に関係があり、地域の社会的な規範に基づく標準を失うので、広められる事実上の満足を見劣りさせたり解放するその両方が、 マスメディア文化に加わっていると主張した。ポストモダニティの第二段階は、ポストモダニティの状態を劇的に変えているファックスや、モデム、ケーブル、高速インターネットなどのコミュニケーションの個人や、デジタルの手法の力を増大させるデジタル性により、定義されている。情報のデジタル提供は、メディア環境のあらゆる面を視覚的に個人が処理、できるようにしている。 このことは知的資本や知的財産権に関して消費者と対立する政策者となっていて支援者が情報コストの暴落が社会を根本的に変えることになると主張するニューエコノミーの創設に結びついたデジタル性やデジタル化に言及したエスター・ダイソンがポストモダニティから分かれた状態で現れたと主張して始まったこの位置にあったものは 大衆文化の項目や、ワールドワイドウェブ、インデックスナレッジに対する検索エンジンの使用、テレコミュニケーションを操作する能力が、アップルの iPod のようなヘンリー・ジェンキンスの言う、参加型文化やメディア機器の使用が増えることになる、集中性を想像していると主張した。この時代の最も単純な境界点は、1991年のソビエト連邦の崩壊の中国の自由化である、 フランシス・福山は、ベルリンの壁の崩壊を見越して1989年に、歴史の終焉を執筆した。政治哲学の疑問が答えを得ていて、基本的な価値に関する広範な戦争が、重要な矛盾が全て解決され全ての人類が、満足を必要としているゆえにもはや起こらないと、予言した。一種の、終焉主義が、アンディ・ウォーホルのブリローボックスが正しい疑問を、 定期新雄に芸術が終焉したと1984年に、喝采したアーサー・ダ頭も取り上げている。ポストモダニティに関する論争には混乱することがよく、ある二つの明確な要素がある。この要素の一番目は、20世紀後半に起こった、変換の本質に関係がある。三つの主要な分析がある。アレックス・カリニコスやカルーンのような理論家は、 重要性や社会経済的変換の範囲を控えめに、言いい過去との連続性を強調しながら現代社会の本質に関する保守的な立場を示している。第二の理論家たちは、現在が現代の企画の発展でありながら、依然、モダニティであると分析しようとしてきた。このことは、ウルリッヒベックによる、第二のまたは、リスク社会、ギデンズによる、後期のまたは、 高度なモダニティ、ジグムントバウマンによる流動的なモダニティ、カステルによるネットワーク社会という形で定義づけられている。第3の人々は現代社会が文字通りモダニティから明確にポストモダンの段階に移行していると主張する人々である。この立場を取る最も著名な支持者はリオタールとボードリアールである。もう一つの問題は 評論の本質を有料し、全商明代と相対主義に関する討論を再現し、モダニズムはそこで前者を表し、ポストモダニズムは後者を表すものと見られている。セーラ・ベン・ハビブとジュディス・バトラーは、フェミニスト政策に関係があることに気づき得ることを追い続け、ベン・ハビブは、ポストモダンの評論が3つの主要な要素からなると主張し、その3つは、反。 ファウンデーショナリストは、主題と、アイデンティティからなる概念、歴史の史とテレオロジーと仮定の概念、客観的事実の探求と定義される、刑事上学の史である。ベンハビブは、フェミニスト政策の基礎が、密かに傷つけられていて、権力と自我の感覚、解放された未来の名において、女性史の登用の可能性を除去していると考えながら、 この批判的な立場に対して力強く主張している。規範的な思想を否定することで、ユートピアの可能性を倫理的な思考と、民主的な活動を中心に除去している。バトラーは、ベンハビブのポストモダニズムの使い方が、反ファウンデーショニストの哲学特に、ポスト構造主義について、広範な変質病の表現であると主張することで、ベンハビブに答えている。 多くの立場が、ポストモダニズムのせいにされていて、まるで論議があらゆるものが成り立っている。ある種の一元論的材料とでも言わんばかりに論議は、すべてそこにあり、現実はない。ただ描写があるのみとは私は、そう、私は言うことができない。この特徴付けは互いに合成され時に建設と、合成され、フランスのフェミニズム、建設、ラカニアン精神分析。 フーコルディアン分析、ローティの会話主義、文化研究の見境のない集団と理解される。ポストモダニズムやポスト構造主義にいろいろに着せられている。実際は、この運動は、相対している。フランスの立場自体における、ラカニアン精神分析は、公式には、ポスト構造主義に相対し、フーコルディアンは稀に、デリディアンと、関係がある。 リオタールはこの言葉を擁護しているが、自称ポストモダニストラが行っている例を示すことができない。例えば、レオタールの著作は本気でデリダの著作と争っている。研究の最初の仕事が容認された普遍的で客観的な標準の尋問であるゆえにバトラーは哲学がどのように権力関係に関係があり、 主題の評論自体が分析の始まりであると主張することでポストモダニストを守るかを論争するポストモダニストの評論の本質に関する討議を行っているベンハビブとバトラーの討論はポストモダニティのまさしくその定義としてポストモダン理論家の単純な定義はないことを説明しているまだに対談ではっきりとポストモダニズムのレッテルを貼られることを 拒否しているミシェル・フーコは、ベンハビブのような多数から、啓蒙運動の普遍的な標準を問題に呼び込む、ことで、ユートピア的で刑事上の、現代の評論との関係を立つ、ポストモダンである、評論の形態を擁護していると見られている。アンソニー・ギデンズは、前哨的な啓蒙運動の評論が、現代の哲学者にとって、中心を成していると指摘しながら、この、 現代の評論の特徴づけを拒否している。ジェームソンは数多くの現象をポストモダニティをモダニティから識別するものと見ている。かつてナイト、外という用語で人とものを説明したモデルが拒否されている新種の鮮白な事物や深みのなさについて語っている。第二は美に対する苦痛の芸術を通してモダニストの変容の ユートピア的振る舞いのの拒否であるにもかかわらず、人揃いの原文や偽物になっているので客観的な世界は基本的な変化をしている。モダニストの芸術は世界に生命を与える世界を取り戻し、正式化することを求めたために、ポストモダニストの芸術は滑らかな X 線の簡潔さが満足できる段階に、死や死の妄想や死の不安とは、 無関係であるような方法で観察者の具体化された、目を抑制する、致命的な資質を世界に与えている。グラフは科学の木興と啓蒙運動化の合理性が、覗いた世界に意味を与える宗教に、芸術の意図した代用にこの芸術の変形した、使命の起源と見ているが、ポストモダン時代では役立たずと見られている。ジェームソンが、同一視する、ポストモダン時代の、 第三の指標は感情の衰えであるがすべての感動がポストモダン時代から失われているが相手を強くするアルチュール乱暴の不思議な花に見出されるような特定の種類の感動を減少させている増大する個人の様式の不覚特性が普遍的な実践となるパスティーシュに導いているのでパスティーシュがパロディをしのいでいるジェームソンは 我々の現在のポストモダン体が失われた空間座標である位置に対して今後充当されることになるものに没頭するポストモダニティの中に隔たりはなくなっていると主張しているこの新たな世界的な空間はポストモダニティの真実の瞬間を続けている同一視するポストモダンの様々な指標は 同じ一般空間の客観の部分的な要素と自身を全て見ることが可能である。ポストモダン時代は文化の社会的機能における変換を見ている。近代の文化を存在の実際的世界を上回る。存在と共に反自主性を持っているものと同一視しているが、ポストモダン時代には文化はこの自主性を拒み、文化的なものは全てが 文化的になるために、あらゆる社会的領域を消費しようと拡大した。文化政策に関する左翼の理論が、冷蔵的な、資本の大規模な存在から外れて文化が位置づけられ、売る過程としての、批判的な距離は、流行遅れになっている。多国籍資本の新たな巨大な拡大は、批判的有効性のために、異性人的で、アルキメデス的な足がかりを提供した。 まさしくこの全資本主義的奴隷を貫き、入り込みながら終わることになる。ポストモダン社会学は、マスメディアと大量生産の偏在、地球規模の経済の交流、工業からサービス経済への移行を含むほとんどの、工業国における20世紀後半に、ますます流行することになった、生活の状態に焦点を当てるものだと言える。ジェームソンとハーベイは、工業、 分配、普及が、例外的に安価になっているが、社会的関係と、コミュニティが稀なものになっている、消費主義と述べた。別の思想家は、ポストモダニティが大量生産と、大衆政治にならされた社会における、大衆放送に対する自然な反応であると、断言している。アラスデア・マッキンタイアの著作は、アリストテレス主義のマッキンタイア的修正が現在、 資本蓄積を促進する、この種の消費主義者の思想に対する挑戦を行う、マーフィーとビールスキスのような作家により練られた、ポストモダニズムの解釈を伝えている。ポストモダニティの社会学的視点は、以前より幅広い資本の範囲を評価し様々な、形態に供給される評価を認める制度を、導きながら大量生産の標準化を禁止する。 高速輸送や幅広いコミュニケーション、能力のせいにしている。ハーベイは、ポストモダニティが1930年代から1970年代の OECD 加盟国における、ケインズ時代の経済政策で流行した、生産調整や、蓄積の方法を説明するアントニオ・グラム氏により、作り出された言葉、フォーディズムからの逃避であると主張している。 ハーベイにとってのフォーディズムは、資本、労働関係が、経済政策と生産調整を考慮するとはいえ、第一のものが、生産手法と、資本、労働関係を考慮する、ケインズ主義と関係がある。ポストフォーディズムは従ってハーベイが見るところでは、ポストモダニティの基本的な側面の一つである。ポストモダニティの異物には、 情報やマステレコミュニケーションへの広範な接続しやすさであるテレビや大衆文化の優越がある。ポストモダニティは環境主義と反戦運動の高まる重要性において認められる過程の名において行われる犠牲に対する大きな抵抗も示している。工業化された核におけるポストモダニティはフェミニズムや多文化主義と この運動に対する反動のような運動と同様に、公民権や、機械均等に焦点を増すことで特徴づけられている。ポストモダンの政治的本文は、モダニストの政治領域が、階級闘争に限定されているとはいえ抑圧や、阻害に対する、様々な形態の闘争を考慮する多くの活躍の、場と市民と政治活動の可能性により、特徴づけられている。 ミシェル・マフェソリーのような理論家は、ポストモダニティが生存するために供給する環境に食い込んできていて、やがて個人主義の衰退と、新たな新部族主義時代の誕生に結びつくことになると考えている。今の時代の経済とテクノロジーの状態は、思想が現実的であったり、本来的であったり安定していたり、客観的であったりする通信元や、 意義の伴わない互いの相互に参照できる表現や、写しである現影に過ぎない分散したメディアが支配する社会に昇華させてきた。通信、製造業、交通における革新によりもたらされたグローバリゼーションは、政治権力や通信、知的生産の個々の支配的な中心を減少させる、文化的に多言論的で相互作用的な地球規模の社会を、 想像する分散した近代的生活を営んでいる一つの力として引用されることがよくある。このポストモダニストの視点は相互に主観的な知識がこのような状態で支配的な形態であることになり、普及の偏在が基本的に読者と観察者と非観察者、消費者と生産者の間で読まれるものの間の関係を変えるものである。スペーシーズ・オブ・ホープでハーベイは ポストモダンの政治運動が間接的に階級問題とハーベイの意見ではフォーディストの時代より現在重要なこの活動の場の批判的な自覚を弱めた責任があると主張している。ハーベイにとってこの階級闘争は解決するにはほど遠い。グローバリゼーションは労働者の権利のない貧しい状態で低賃金労働に取り組む労働組織に とってさらに難しい問題にしていて、共同して得られる、大量の余剰価値は、西側の消費者により支払われる、高価格と、東南アジアの労働者が受け取る、低賃金の間の格差のゆえに遠く隔たったものになっている。ポストモダンの状態に関する批判は、4つのカテゴリー段階であると考える人々に大まかに分けることができる。 http://www.stwin.upnn.edu g スラッシュ、ダードレン、ダーギー、トニーイチ、htm ハットライト、ウィリアム D、ブラックインテレクチュアルズ、ブラックコグニション、アンド、A ブラックエステ、ニューヨーク、プレガー、ISBN0275955427、A コレスポンデンスウィズ、ウンベルトエコ、 ALT ポストモダン FAQ ありがとうございます。